結果出ました。あ、はい、7.0、7.0 だったのが 3.6 に下がった。あ、本当。お、はいはいはい、エジリンも 0.8。 はいはいはい、はいはい、お、下がった。よかったですね。ただね、はいはい、ここだってね、ちょっと書いておきますね、はいはいはい、8日からまたブレンダー Z を使わさせてもらってるんですよ、はいはい、どこから、はいはい、あれなんで8日から使ったの。じゃあその前に結果があるはずだな、うん、8からブレンダー Z 使い出して、うん、ちょっとこの間にあるの、うん、ちょっと結果が書いてないけど、うん、で、8、9と使っても全然下がらないんですね、うん、ブレンダー Z、はいはいはい、で、昨日ブレンダー Z に、うんうん、ちょっとついにステロイドを使いました。はいはい、もうこんなん、うん、前だったら使ったら割と、うん、まあ正常にはならないにしてもさ、はいはい、下がる兆しが見えたじゃないですか。だから、はい、そうなんです。昨日だね、うん。昨日ステロイドを使いました。うんはいはい、で今日こうなってるから、うんうんうん、聞いてるんだけど食べんね。まあだけどちょっと今日は使わずに、はい、なるべくさステロイド2日に1回にするとさ、はい、副作用が出にくいね。はい、まあ今日高かったら今日も元かなと思ったんだけど、ステロイドちょっと待ってたんですよ、この結果が来るまで。それはあるとしたら、そのステロイド打つ副作用は何が出る？このまあ、1回じゃ出ません。長期にわたって使うと、出てほしい副作用は退院、よく飲む、よく食べる。あ、そう。退院多食。それからあと、出てほしくないのは感染に対して弱くなる。から、まあ、1週間、2週間以上毎日使うと皮膚が薄くなる、うん、体型が変わってくる、お腹が膨らんでくる、うん、いっぱいある、そう、いろいろ毛が抜ける、うん、それも長く使うとね、うん、でも1週間以内だったら、うん、まあ、退院多色が出るぐらい、うん、それは出てほしいじゃないですか、うん、どっちかっていうとね、まあ、まあそうそうね、はい、確かに。だからまあ今日どうしようかなと思って、うん、それで、うん、3.6 やっと反応したから、まあ使う、明日は多分使うと思いますけど、うん、今日はステロイドは休みますね。はい、でブレンダー Z まで5日だからさ、もう今日で4日目で明日で終わりなんて言われて、まあでも分かんない、これだって治療しとって急に上がってきちゃったやつだからさ、うん、様子見んとね、うん、ある程度 CRP が下がってたら一時帰宅を1回やりたいと思って、うん、で今週、あ、はいはい、もう過ぎちゃったんだけど先週末にね、まあ、ね、はい、じゃあそんな様子